オンサイトマネジメント事業部の橋本です。昨日今日ですね、結構風がきつくって、朝晩の通勤の時とかにもちょっとびっくりすることが多いんですけれども、そういったことで何かトラブルになると嫌だなと思ってたんですけど、今日早速ちょっと実は建物の一部がちょっと風の影響で外れかかっているということで、ちょっとお客様の方から緊急の連絡がありました。そちらの方は一応業者の、作業の方ですね、手配させていただいて、ちょっと今日すぐ工事というのはちょっとできなかったんですけれども、ロープでですね、固定してなんとか一時的な対応をさせていただいて、でまた改めて復旧という形になるんですけれども、やっぱこういった天災とか多いといろいろなことが起こるので、ちょっと心配なことはあるんですが、ちょっと迅速にですね、そういった部分で危険な部分をですね、除いていきたいと思っております。で今日ちょっとお話しさせていただきたいなと思ったのが、賃貸管理についてですね、いともの管理とあと区分のマンションの管理というのが実際ありまして、弊社の方でも都内でしたら結構区分、要は分譲マンションもですね、一室を管理しているというケースがあります。その分譲マンションの、区分の、マンションのですね、管理と共有部の管理組合さんとかのですね、それの抱えたことについてちょっと今日はお話しできればなと思ってます。というのがやっぱり SR、サービスリクエストをやらせていただくにあたりまして、当然ちょっと区分マンションということなんで、私どものお部屋の管理自体はそこのお部屋の室内だけの話なんですけれども、実はサービスリクエストの対応ということになってきますと、マンション全体の、こととトラブルも関わってくることがございますので、そういった関係というのをちょっと今日お話していきたいなと思います。というのが先ほど言いましたように、区分マンションはあくまでも管理となりますと室内の管理という形になりまして、特にその共用部、一棟物管理等でしたら共用部の管理から近隣の方の対応とか、そういった行政の方のそういったゴミの問題とか、そういった行政の対応とかっていうのがあるんですけれども、分譲マンションっていうのは基本的には建物全体が所有者さんがおられて、その中で管理組合という管理のですね、主体がございまして、でそちらの管理組合さんの方が基本的には共用部の方を管理されているということになりますので、私どもが直接共用部の管理をするということはございません。ただ大体管理組合様の方もですね、共用部の分譲の管理会社様の方がサポートされていることが多いので、共用部を管理されている管理会社がいますので、そちらの方との対応というのが主にメインとしては多くなってきます。でどういう時で私もそういった分譲マンションさんの係がいろいろ出てくるかといいますとですね、まずお部屋室内だけっていうことでしたときに、結構実は専用部と思われているところが実は共用部という箇所というのが何箇所かあります。で一番分かりやすいのは玄関扉とかですねの表面とかですね、ベランダですね、これは実はマンションの共用部になることがほとんどでして、で表のところとかの塗装をし直したりとか、特にベランダとかっていうのもこれ共用部になってまして、それはあくまでもお部屋で専用利用しているというような形になります。ですので勝手に使用を変えたりとかですね、そういったことってのは実際はできないです。あともう一つですね、建物自体はマンションの管理規約ということで使用最速ということで当然、所有者さん以外にも使われている有権者さんの方にもそういったルールというのがございまして、そういった部分でのお部屋のリフォームであったりとかということでもですね、床材の方の制限であったりとか、当然騒音のこととかがありますので、床材の制限であったりとかですね、そういった分譲マンションというのは一室だけの管理にはなるんですけれども、私もしたら一室からの管理になるんですけれども、そういった分譲マンションさんの共用部の全体のルールの中でですね、管理をしないといけないということもありまして、そういったいろんな制約と、対応というのが必要になってきます。その点が一棟物の方の管理と実際違うというところがありましてですね、であともう一つやっぱり大きな違いというのは、よく私ブログとかでも書かせていただいた漏水関係とかですね、騒音関係ですね、これもですね、実は漏水のその上下階とかっていうのが私どもの方で管理をさせていただけないケースというのが結構多いので、その場合ですと当然分譲のマンションさんとか管理組合さんを通してですね、上階の所有者さんであったりとか賃借人さんとかに対してですね、そういった漏水を止めていただくとか騒音を止めていただくとか、そういった対応というのをしていただくようなことがございます。ですので私どもだけで何かをこうやるということがなかなかできないことっていうのが実は分譲のマンションさんでは、多々ございましてですね、いろんな制約を受けてるんですけれども、そういった部分でのそういった、調整業務というのがですね、結構大変でしてですね、一棟割りとものこういった大変さ、難しさというのはあるんですけれども、分譲マンションのこういった周りの所有者さんとかの協調対応とかですね、管理組合さん全体との協調対応しながらですね、管理をしていくっていうのはまた一つ、別の意味でですね、管理の方が違ってまいります。ですので、そこの難しい部分の調整とかをですね、日々対応させていただいておりまして、そこの折衝力というかですね、そういうところで結構管理の内容とかも変わってきたりとかしますので、引き続き私どもの方、そこの、管理をですね、きっちりやらせていただいて、お客様のですね、穏やかなような形で、気持ちよく住んでいただくような形でですね、分譲のマンション様と協働しながらやっていきたいと思っております。またよろしくお願いします。